6番乗り場の列車は13時5分発普通列車。次の大分方面の列車は13時44分発普通大分行きです。現在の大本線の運転状況をお知らせいたします。大分駅から大分大学前駅間、並びに三重町駅から阿蘇駅間で一部運転再開しております。また、大分大学前駅から三重町駅間は引き続き列車の運転を見合わせております。普通列車の大分大学前駅です。エブレリー、滝尾、四季堂、終点の大分大学前の順に各駅に停まります。お客様にお願いします。車内は禁煙です。おタバコはご遠慮ください。 JR 九州では各車両に優先席を設けております。優先席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。またそれ以外の場所ではマナーモードに設定の上通話はご遠慮ください。車内の安全確保のため危険物の持ち込みは禁止されております。駅や車内などで不審な荷物などを発見された場合、駅係員、車掌、もしくは運転士までお知らせください。また危険な行為を発見した場合や急病のお客様などいらっしゃいましたら、各車両に設置しております異常ボタンを押してお知らせください。乗務員が対応いたします。列車の進行中やまいず急ブレーキをかけることがございますのでご注意ください。
まもなく滝尾に着きます。堀口は左側です。開くドアと足元にご注意ください。ただいま信号待ち合わせ中です。橋までもうしばらくお待ちください。
お待たせいたしました。まもなく発車いたします。閉まるのをお待ちください。式道です。式道につきます。降り口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。閉まるのドアにご注意ください。
周年の大分大学前です。お忘れ物ございませんようご指定ください。お入口は右側です。開くドアと足元にご注意ください。到着後この列車は回送列車となります。ご乗車はできませんのでご注意ください。